始めていきましょうトラキチチャンネル今日はさがつくやっていきたいと思いますということでね皆さん SWCC がやってきておりまして今回はね先月までと比べるとだいぶ僕ワクワクしていますその理由はこちらはい前回も紹介させていただいてるんですねセレソン・ブラジレイラポゼッションのね フォーメーションがだいぶ完成形に近づいてきましたので今回こちらも使えるということでね、かなり楽しみにしていますね、えー、ポゼッション同士の戦いかなりね、えー、期待できるんじゃないかなと思いますし、えー、その他のね、フォーメーションに対してはです、ねこちらね、サイドアタックのトータルフットボールがかなり対応できるんじゃないかなとこちらも少しね、少しだけ強化が進みましたんで楽しみ。この2つのつフォーメーメションを操ってね、今回なんとか、 無事リーグを突破していきたいなというふうに思いますさあでは予選リーグやっていきましょうはい今回もう一つ前回僕にとってはね前回との大きな違いはですね今回はダイヤモンドディビジョンで挑戦しているということですよねまあ目標はまずね最終リーグにね進出してその後ですねその後の目標はね頑張りましょうはいということで相手がカウンターまあ強いですね強い強い ですがこちらサイドアタックを使ってなんとか淘汰していきましょう頑張れなんとか勝ち切りました皆さん素晴らしい後半フリットの得点ということでした2試合目いってみようはいこちらのマッチメイク相手が中央突破ということなので中央突破が一番厳しいのか対戦相手としてなるほどねでは今回はねトータルフットボールで対戦していきましょういやー厳しい対戦かなと思ったんですけどもねなんと2-0で勝利することができましたあ相手は最後にね えー、いわゆる切り札的な形でね選手を交代するパターンのーチームでしたね OK3 試合目いってみようはい3試合目の相手はポゼッションですねつまりこの対戦がやってくるわけですよいやー楽しみうちのセレソン・ブラジレールがどれぐらい戦ってくれるのかそして対戦相手がメイヤル・アル・ メドールなんですよねちょっと見てみよう覗いてみましょうあなるほどね相手はこういう感じ今回のガチャは引いてるかアルトゥールねアルトゥールを育ててら育て,てらっしゃるタイプの人ですねオッケーうん総合値は上回ってるしこのチームだったらなんとかねなるんじゃないかなという希望的観測でいってみましょうさあポゼッション同士の対戦これ初なんですよねいってみようはいポゼッション同士の総合値の差が2000 ですよね。の対戦で4-1はかなり攻撃力あるんじゃないですかね。うちのチームね。OKOK。これはいいぞ。次行ってみよう。はい。マッチメイク来ましたね。また相手はポゼッションのメイヤール・アルメドールに対してこちらはセレソン・ブラジレイラと。え攻撃力はね、こちらが上回ってますけども、守備力は向こうという対戦になっております。ちょっと対戦チーム覗いてみよう。同じくね。さっきとね。おっと、自分かと思うぐらい似てますね。途中までね。イカルディを見たときにちょっとびっくりしちゃった。うーんなるほど。 よし連係戦は相手の方がつながってるな OK 対戦してみよう引き分けということでしたねいけそうでいけなかったですね最後追いつかれてねうんなるほどね OKOK、OK OK、さあいきましょういやこれは強い これは残念ながら強いですね。同じセレソン・ブラジレイラで21万6千覗いてみましょう、対戦チームを。こう,まあ、こう、なかなかね、こういう風にサイドに競り出すチームの作り方してる人って結構いますよね。あなるほど。ルカクをね、育て上げてるんですね。僕もルカク集まりかけてるからか、作れる可能性はあるな。うんうん。いやー、いいチームの作り方してる。うちもデブライネ入れるの悪くないな、あそこ。デブライネ育ててね。あこれは参考になるな。 マリオ・ルイとアスピリ・クエタっていう選択も僕と一緒ですし非常に気になるチームの作り方をしてらっしゃいますねなぜキーパーだけこういう形をとっているのかそうかエデルソンが当たらなかったんだなまさか同じだなということでいってみましょうはいまさか総合値の差2000を跳ねのけて5 2で勝利することができましたこの辺は何が要因なんでしょうかね まあちょっとこういうふうにですね、相手チームのフォーメーションを覗きながらですね、傾向がつかめていければいいんですが、さあいきましょう、相手は中央突破、レッドバードフォートレスということでね、これはね、サイドアタックの出番でしょう、いってみよう、これでも総合値1万負けてる、頑張ってもらいましょう。いやー、嫌な引き分けでしたね、実際のサッカーだったら最高と思えるぐらいのね、前半ロスタイム、これ44分ってなってきますけども、実際ロスタイムでね、 逆転をしてだったんですけど後半こちらもロスタイムに追いつかれましたこれはなかなか悔しいですね次の試合いってみようさあまた相手は中央突破ですねルーコック・ドゥブラボールカンテがキーマンとなるほどこういう形のチームですねすごいいい作り方してるチームに見えますねこれねなるほどえこういう風に中央突破って作るんだっていうね全く自分のチームと違うからなかなか 参考になるといいうか面白いですね、OK。胸を借りるつもりでいってみようはい得点差は1・0そして相手に退場者が出たにもかかわらずですねまあダイジェストというかね結果を見るで見てる感じですねめちゃめちゃ押し込まれてたし全く攻めれてなかったですねこれはなかなか悔しい敗戦次5それでも今初めて負けたんですねそうかそうかさあ来た最強クラスのセレソン・ブラジレイラ さあチーム覗いてみようこの総合値の3万の差どう出る何で生まれてんだこれははい見てみましょうこちらうーんなるほどまあまあまあ今回のガチャもガチでやられてるしあカカオじゃなくてドラクスラー入れてるその心はその心は何なんですか 教えてくださいよ。かか引弾けなかったんですかロベカルとカフーを持ってて、極めれていて、オブラクも極めているというところですよね。まあまあ、うまい作り方、ほんとされてて、あ、こういう感じだったら、22万まで行くんだなっていうのが非常に参考になりますね。これ、デブライネの使い方参考になるな僕もね、デルナンプキャンカノじゃなくてね、デブライネを使っていくというのありですね。あ、非常に参考になる。OK。では、胸を借りるつもりでね、こちらこそ。 よろしくお願いしますいやー後半34分まで粘ったんですけどね1 0でね勝った時用のコメント用意してたわ頭の中ではいやーしかし自力の差というかね最後追いつかれましたがいい試合してますね悪くないぞ組み方うん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 さあいよいよ最終戦ということになってきました1次リーグ現在6位まあ詳しい順位は後で見ましょう4勝3分け1敗というところですね最終戦頑張ろううわ最後に最強クラスかー 最最後に最強クラス来たなさっきも最強クラスって言ってましたけどこれはすごいわ見てみよう相手をさあ分析させていただきましたこの左右にせり出すタイプの方ですねそうかメッシュを中央で使うっていうパターンもありなんですねわそれ考えついてなかったなそして右サイドにウィリアンを極めて入れているとな,なるほどこういう選択肢考えついてなかったなただウィリアンは 育ててもこんなもんかっていう感じですね総合値としてはねカカジャンリーニなるほどまあこれディフェンダーマルキーニョスとチアゴシューバのコンビがね鉄板なんですね実際はねこちらの方もねバレージュ持ってるしでもバレージュじゃなくてチアゴシューバを使ってる辺り見るとやっぱりねこちらの方が ああ強くなるんだなっていうのが分かりますねこれは最強クラスだなこの人はすごいすごい言うことなしですね行ってみようこれこそ厳しいだろうな頑張ろういやー見てくださいよ勝ちましたよ皆さん総合値23万人すごいっすねバチボコに打ち合ってましたよ両チーム合わせ9点ですからねいやーこれは自信になるなチームの作り方間違ってないんだわよかったよかったさあでは初日 終わった時点僕が初日終わった時点の順位を見てみましょうさてさて9試合やってない人はお一人だけかなまあこの方があね点数を大幅に出したとしてもですね、えー、自分としては通過できるなというところで安心しましたね得失点差というところうん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 まあまあこんなもんでしょうなるほどねすごい得点取ってる人いるなすごいわ はい、といととうことで SWCC 初日やっていきましたけど皆さん、動画の内容いかがだったでしょうか個人的な感想としてはですね、やっぱセレソン・ブラジレイラをね、ポゼッション監督として選択したのは間違ってなかったんじゃないかなという,ふうに思ってます。今回のね。 えー、ガチャ2周年とロベカルカフーガチャをねフルに活かしていくにはこちらのフォーメーションなんじゃないかなというところ、えー、そしてね、えー、選択肢が自由に広がっているのはやっぱセンターフォワードとオフェンシブミッドフィルダーの1枠というところですね。えー、っとやっっっぱジェズスを使ったりりしてる選手はあんまりなかった えーとチームは、ね、あんまりなくてセンターフォワードね、まあ、メッシっていう選択肢は、ね、ちょっとなるほどなと思ったんですけどもそれでも、ね、イグアイン使ってる人もいましたし、えー、本当いろいろだなというところが今日の感想フェンシブミッドフィルダーの片割わは本当はデブライネを。 極めれたらそれが一番いい選択肢なんだろうなということもね今日は僕としては気づくことができましたあ皆さんもねそういう気づきをしながらですね SWCC 運んでっていただけるといいかなという風に思いますフォーメーションのね作り方としては僕は案外間違ってないえっとフォーメーションエディットですねの作り方としてはそんな間違ってないんじゃないかなというのが今日の結果でね、えー、ちょっと思いましたのでねぜひ参考にしていただければという風うに思いますでは明日2日目でまたお会いしましょう今日はここまでです失礼します るうちもデブライネ入れるの悪くないなあそこをデブライネ育ててねあーこれは参考になるなマリオルイとアスピリクエタっていう選択も僕と一緒ですし非常に気になるチームの作り方をしてらっしゃいますねなぜキーパーだけこういう形をとっているのかそうかエデルソンが当たらなかったんだなまさか同じだなということでいってみましょう はいまさか総合値の差2000を跳ねのけて5-2で勝利することができましたこの辺は何が要因なんでしょうかね 今ちょっとこういうふうにですね相手チームのフォーメーションを覗きながらですね傾向がつかめていければいいんですがさあいきましょう相手は中央突破レッドバードフォートレスということでねこれはねサイドアタックの出番でしょういってみようこれでも総合値1万負けてる頑張ってもらいましょういやー嫌な引き分けでしたね実際のサッカーだったら最高と思えるぐらいのね前半ロスタイムこれ44分ってなってきますけども実際ロスタイムでね 逆転をしてだったんですけど後半こちらもロスタイムに追いつかれましたこれはなかなか悔しいですね次の試合いってみようさあまた相手は中央突破ですねルーコック・ドゥブラボールカンテがキーマンとなるほどこういう形のチームですねすごいいい作り方してるチームに見えますねこれねなるほどーこういう風に中央突破って作るんだっていうね全く自分のチームと違うからなかなか 参考になるといいうか面白いですね、OK、胸を借りるつもりで行ってみようはい得点差は1・0そして相手に退場者が出たにもかかわらずですねまあダイジェストというかね結果を見るで見てる感じですねめちゃめちゃ押し込まれてたし全く攻めれてなかったですねこれはなかなか悔しい敗戦次5それでも今初めて負けたんですねそうかそうかさあ来た最強クラスのセレソン・ブラジレイラ さあチーム覗いてみようこの総合値の3万のさどう出る何で生まれてんだこれははい見てみましょうこちらうーんなるほどまあまあまあ今回のガチャもガチでやられてるしあカカオじゃなくてドラクスラー入れてるその心はその心は何なんですか 教えてくださいよ。かか引けなかったんですかロベカルとカフーを持ってて、極めれていて、オブラクも極めているというところですよね。まあまあ、うまい作り方、ほんとされてて、あ、こういう感じだったら、22万まで行くんだなっていうのが非常に参考になりますね。これ、デブライネの使い方参考になるな僕もね、デルナンプキャンカノじゃなくてね、デブライネを使っていくというのありですね。あ、非常に参考になる。OK。では、胸を借りるつもりでね、こちらこそ。 よろしくお願いしますいやー後半34分まで粘ったんですけどね1-0でね勝った時用のコメント用意してたわ頭の中ではいやーしかし自力の差というかね最後追いつかれましたがいい試合してますね悪くないぞ組み方うん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 さあチーム覗いてみようこの総合値の3万の差どう出るん何で生まれてんだこれははい見てみましょうこちらうーんなるほどまあまあまあ今回のガチャもガチでやられてるし あカカアじゃなくてドラクスラー入れてる。その心は、その心は何なんですか教えてくださいよ。カカア引けなかったんですかロベカルとカフーを持ってて、極めれていて、オブラクも極めているというところですよね。まあまあ、うまい作り方ほんとされてて、あ、こういう感じだったら22万まで行くんだなっていうのが非常に参考になりますね。これデブライネの使い方参考になるな、僕もね。デルナンプキャンカノじゃなくてね。 デブライネを使っていくというのありですね。あ非常に参考になる。OK! では、胸を借りるつもりでね、こちらこそ、よろしくお願いします。いやー、後半34分まで粘ったんですけどね、1-0でね、勝った時用のコメント用意してたわ、頭の中では。 いやーしかし、自力の差というかね、最後追いつかれましたが、いい試合してますね。悪くないぞ、組み方。うん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 。さあ、いよいよ最終戦ということになってきました。1次リーグ、現在6位。まあ、詳しい順位は後で見ましょう。4勝3分け1敗というところですね。最終戦頑張ろう。うわ、最後に最強クラスか。最後に最強クラス来たな。さっきも最強クラスって言ってましたけど、これはすごいわ。 見てみよう、相手をさあ分析させていただきましたこの左右にせり出すタイプの方ですねそうかメッシを中央で使うっていうパターンもありなんですねわそれ考えついてなかったなそして右サイドにウィリアンを極めて入れているとな,なるほどこういう選択肢考えついてなかったなただウィリアンは育ててもこんなもんかっていう感じですね総合値としてはねカカジャンリーニ なるほど。まあこれ、ディフェンダーマルキーニョスとチアゴシューバのコンビがね、鉄板なんですね。実際はね、こちらの方もね、バレージュ持ってるし、でもバレージュじゃなくて、チアゴシューバを使ってるあたり見ると、やっぱりね、こちらの方があー強くなるんだなっていうのが分かりますね。これは最強クラスだな、この人は。すごいすごい。言うことなしですね。行ってみよう。これこそ厳しいだろうな。頑張ろう。いやー、見てくださいよ。勝ちましたよ、皆さん。総合値23万人。すごいですね。 バチボコに打ち合ってましたよ両チーム合わせ9点ですからねいやーこれは自信になるなーチームの作り方間違ってないんだわよかったよかったさあでは初日終わった時点僕が初日終わった時点で順位を見てみましょうさてさて9試合やってない人はお一人だけかなまあこの方があーね点数を大幅に出したとしてもですね、えー、自分としては 通過できるなとととといいううううここころでで安心しまししまままたね得失点差というところ、うんうん、うん、まあまあななもんでしょうんなるほどねすごい得点取ってる人いるなすごいわはいということで SW リーグにね進出してその後ですねその後の目標はね頑張りましょうはいということで相手がカウンターまあ強いですね強い強いですがこちらサイドアタックを使ってなんとか淘汰していきましょう頑張れ なんとか勝ち切りました皆さん、素晴らしい。後半、フリットの得点ということでした。2試合目いってみよう。はい、こちらのマッチメイク、相手が中央突破ということなので、中央突破が一番厳しいのか、対戦相手として、なるほどね。では、今回はね、トータルフットボールで対戦していきましょう。いやー、厳しい対戦かなと思ったんですけどもね、なんと2-0で勝利することができました。あ相手は最後にね、えー、いわゆる切り札的な形でね、選手を交代するパターンの、 おーチームでしたねオッケー3試合目行ってみようはい3試合目の相手はポゼッションですねつまりこの対戦がやってくるわけですよいやー楽しみうちのセレソン・ブラジレールがどれぐらい戦ってくれるのかそして対戦相手がメイヤル・アルメドールなんですよねちょっと見てみよう覗いてみましょうあなるほどね相手はこういう感じ今回のガチャは引いてるかアルトゥールね アルトゥールを育てて,ら育ててらっしゃるタイプの人ですね。オッケー。うん、総合値は上回ってるし、このチームだったらなんとかね、なるんじゃないかなという希望的観測でいってみましょう。さあ、ポゼッション同士の対戦、これ初なんですよね。いってみよう。はい。ポゼッション同士の総合値の差が2000ですよね。の対戦で、41はかなり攻撃力あるんじゃないですかね。うちのチームね。オッケー、オッケー、これはいいぞ。 次行ってみよう。はいマッチメイク来ましたねまた相手はポゼッションのメイヤール・アルメドールに対してこちらはセレソン・ブラジレイラとえー、攻撃力はねこちらが上回ってますけども守備力は向こうという対戦になっておりますちょっと対戦中も覗いてみよう同じくねさっきとねおっと自分かと思うぐらい似てますね途中までねイカルディを見た時にちょっとびっくりしちゃったうーんなるほどよーし連携線は相手の方がつながってるなオッケー対戦してみよう 引き分けということでしたね。いけそうでいけなかったですね。最後追いつかれてね。うん、なるほどね。オッケーオッケー。さあ行きましょう。いや、これは強い。これは残念ながら強いですね。同じセレソン・ブラジレイラで21万6000。覗いてみましょう。対戦チームを。 えー、こうい、まあ、うなかなかねこういうふうにサイドにせり出すチームの作り方してる人って結構いますよねああなるほどルカクをね育て上げてるんですね僕もルカク集まりかけてるからか作れる可能性はあるなうんうんいやいいチームの作り方してるうちもデブライネ入れるの悪くないなあそこをデブライネ育ててねああこれは参考になるなマリオルイとアスピリクエタっていう選択も僕と一緒ですし非常に気になる チームの作り方をしていらっしゃいますね。なぜキーパーだけこういう形をとっているのか。そうか。エデルソンが。